はい、こんばんは。今日は2020年度の第2回全等公に模試のこの四角2番、頼まれたの四角2番をやってみますね。えっ、ー、と、1と2に分かれてて、1、実数 x についての2つの不等式、ax2 乗足す 2ax-2a 足す1小なりイコール0と。これが点々点1ね。絶対値 x-2 小なりイコール1。これが点々点2と。があると。ただし、a は0でない実数の定数とすると。で、1、 A がマイナスの時丸1を解けとこれは、ね、で次丸2を満たすすべての x が丸1を満たすような a の値の範囲ということは2番、まあ、出ますよね x がど何倍以上何倍以下とその範囲でこのグラフを書いてみてつまり y イコールもしくは fx イコールでそれが y の値が0以下だったらいいと。 って形でじゃあちょっとと,とりあえずこの1番だけいきましょう2番後回しです、ね、はい行きましょうまず a がマイナス1のときじゃあ一はこうなりますでマイナス1倍マイナス1倍してえイナリイコール0持っていきますで左辺因数分解して答え x 小なりイコールマイナス31小なりイコール x これは解像ですねはい2番絶対値 x 引く2小なりイコール1とじゃあ絶対値外します x 引く2は マイナス1と1に挟まれればいいと。で、2を足して、2を足して、2を足して、答え、1小なりイコール、x 小なりイコール3と。としてください。で、3は1番と2番に分けて、a が、つまり、x2 乗の横の係数が、a がプラスのときとマイナスのときで合分けします。a は0じゃないので、いいですね。はい、いきます。a がプラスのときは、 えーとこれを Fx 左辺を、X、fx と置くならばこうなっててえーと平方関節したらこうなると。で a がプラスだから下にとつですね。で軸がマイナス1だから平方関節するとここね。で見なくちゃいけないのは1から3の間だけと。1から1以上3以下の間。ということは f3 を調べて f3 が負になれば負になればこれ満たしますよね。式式ととししててははあれ式としては 式としてはこれを満たしますよねこれこれをイコールあの小なりイコール0を満たすとこれ左辺を fx にしてるからだから fx つまり y の値が0以下だからこうだから1から3の間だけ負だったらいいと高さがね。ということは f3 が0、まあ、でも構わないので f3 が0以下だったら f1 とか f2 も0以下とだから F 最大値の f3 が0以下となればいいと。 じゃあ、F3 を調べたら、えっ、ー、と、13A たす1なる。これが、小なりコール0だから、A は、小なりコールマイナス13分の1。ただし、A はプラスっていう条件だったので、これは不適だと。で、今度2番。A が負の時。じゃあ、上に、上にとつですね。で、えー、軸がマイナス1で、1から3だから、最大値の1、F1。F1 だけ見ればいい。じゃグラフより、F1 小なりコール0となればよいと。 じゃあ F1 は A+1 になりますのでそれが小なりイコール0だから A 小なりイコールマイナス1これは条件これを満たしてるよと以上1により A は a 小なりイコールマイナス1ととしてくださいはい続いてカッコ2カッコ2三角形 ABC において AB が 7BC が 8CA が3とすると1コサイン各 b a c の値を求めようと2三角形 ABC の面積を求めようと 3三角形 ABC の外接円において点 A を含まない方の項 BC 上にサイン各 b c p 対サイン各 c b p イコール1対3となるように点 P を取るとこの時線分 BP の長さと四角形 ABC の面積を求め、ま、この3番目の倒くさいですねはいじゃあいきましょう、えー、三角形 ABC まあ、図を書きましたと じゃあ1番三角形 abc に余弦定理持ってきますじゃあコ c o、えー、と b a c このコサインはマイナス7分の1ですねでこれ後々使いますコサインマイナス7分の1ねで今の角 bac が0度から180度だからサインにしてみたらプラスですねじゃあサインの角 bac はこれを使って、えー、プラスの平方根ルート1引くマイナス7分の1の2乗っていうことでサインは7分の4ルート3 じゃあ面積求めるにはサイン a b c は二分の1かけ7かけ3かけ間のサインってことで6ルート3と。三角形 abc ね。じゃあこれも後で使います。三角形 abc の面積。で続いて問題の3なんですけども大体いい p は今三角形 abc があって返しでね。p は大体この辺ですね。で三角形 bpc に制限定理用います。制限定理。つまり、えー、とサインの bc これね。 サイン BCP 分の BP イコールサイン CBP 分の CP と。ってことは、これが出たってことは、これ対分子対分子イコール分母対分母ですよね。つまりこれね。BP 対 CP イコールサイン BCP 対サイン CBP と。で、よって、これが1対3、分母が1対3なんだから、分子も1対3ね。じゃあこれ1対3と。で、ここで BP を X。 CP を 3X としましょう。で、ただし X はプラスね。マイナスありえないから。で、いきます。四角形 ABPC は、A に内接するので、当然、この角度とこの角度は足して180度ですよね。っていうことはコ、コサインの BPC。コサインの BPC っていうのは、コサインの180度引く各 BAC。で、この公式はマイナスのコサイン b a c に変えればいいので、じゃあ、えっ、ー、と、コサインの角 BPC は7分の1になると。 コサインこ,れこれは7分の1ねはいじゃあこのコサインが分かったんだったら三角形 BPC に予言定理を用いてえっ、ー、とこれが今7分の1ですよはいじゃあそれでえっ、ー、とねこれが x これが 3x あえっ、ー、とね間違えて間違えてこれカッコでくらないといけないカッコでくらないとおかしくなる はい、x+8 すの2乗イコール x+3x すの2乗引く2倍の x×3x×k7 分の1。ということで、えー、と x が正だから x つまり bp がルート7になります。じゃあもう bp が出たんだったら四角形 abpc は三角形 abc+ す三角形 bpc。 で、abc はもう出てますので、bpc だけ。1 2分の1かけ、ルート7かけ、3ルート7掛け、間のサイン。で、このサインは7分の4ルート3分かってるので、えっ、ー、と、答え12、12ルート3と。12ルート3となります。以上がちょっと3番もう一回ね、答案としてこう持ってくると。ちょっと難しかったですね。言われてみたら何だと思うレベルだと思うんですけど、これ自分で解けてたら難しいですよね。 いいですかね。じゃあちょっとこれをこう言ってじゃあ30秒後ぐらいに消します。